ハーマン・ビル・ヘルム・ビッセンサクリンゴを持つパリス・パリスは、ギリシア神話の英雄である、イーリオス王プリアモスとヘカベーの息子、出生時の名前アレクサンドロスでも知られる。長兄にイーリオスの英雄、ヘクトール、妹に悲劇の予言者カッサンドラーを持つ、パリスの審判により、イーリオスに戦乱をもたらしたことで知られる。アレクサンドロスを生むとき、 ヘカベイは自分が燃える木を生み、それが燃え広がってイーリオスが焼け落ちるという夢を見た。ヘカベイが夢占い師にこの夢のことを告げると、彼はこの子は最悪の種になるとして殺すことを勧めた。そこでプリアモスはケライにアレクサンドロスを連行して殺すように命じた。ケライはアレクサンドロスを殺すに忍びず、イーデイ山に捨てた。捨てられた子は 羊飼いに拾われて、彼からパリスと命名されて育てられた。パリスの審判、ジャンイコールバプティストル・ニョー作ッとガルト修立美術、肝臓成長したパリスは、ニュンペイのおいのお姉を妻とし、イーデー山で羊飼いをしていた。後に、プリアモスの子であることが明らかとなって、王宮に迎えられた。ある日、イーデー山にいた、パリスのもとに、ヘイラー、アテーナー、 アプロディーテーがやってきて、誰が一番美しいか判定させようとした。おそ、クッシング、パリスの審判手にしているのは、黄金のリンゴ、またはフアのリンゴパリスは、この世で一番美しい女を妻として与えると、約束したアプロディーテーを、最も美しいとした。アプロディーテーはパリスに、船を作って、スパルタに赴き、ヘレネーをさらって、妻にするようにと命じた。 パリスは言われた通りに実行し、おいのお姉を捨てて、ヘレネーを妻にした。そこでヘレネーの夫メネラオス、メネラーオスのアニアガメムノ女ンは、ヘレネーを取り返すべく、キリシア中の英雄を募ってイーリオスに攻め寄せた。これらの英雄のほとんどは、ヘレネーに結婚を申し込んだ男たちだった。ヘレネーの父テュンダレオスは、彼らの中の誰を結婚相手に選んでも、 それ以外の男たちの恨みを買う恐れがあるため、あらかじめ誰が選ばれるにしても、その男が困難な状況に陥った場合には、全員がその男を助けるという約束をさせていたのである。トロイア戦争において、パリスはアポローンの助力のもと弓でアキレウスを撃ち取った。しかし、トロイア陥落の際、ヘイラクレースの矢を持つピロクテーテースにいられ瀕死の重傷を負う。 この傷を治せるのは昔捨てたおいのお姉だけだった。このためパリスは良いーレイ山に行き、おいのお姉にすがるが拒絶され、良いリオスに戻って死亡した。おいのお姉は後悔し、薬を持ってパリスを追うが、すでに死んでしまった後だったので、自殺して果てたという。ありがとうございます。